リアは負け知らずなんだから。悪魔の生態ね。理事会がこれをクラス1判定に。でもこれで功績を上げればストレートに理事会入りできるかもしれないわ。ねえねえったら。ああごめん。それであなたの考えは。直接話してみよう。人格化の進んだ個体にはこれが一番有効だ。まずは研究の準備をした方がいいんじゃない。主要オブジェクトとの接触は死に至る可能性があります。よろしいですね。はい、各小隊は配置につけ。こんにちは。いくつかテストしたいことがあるんだけど協力してもらえるかな。私いい子だった？あなたはもうリアのもの。
感じ。私、いい子だった？今のは何かな？よかったら教えてくれないかな？大丈夫なら接触を続けて。どうかした？人がいる。大丈夫、まだ知り合ったばかりだものね。また来るよ。収容室に入り次第全ての監視カメラと通信を停止するわ。気をつけて、何かあったら緊急通信を使って。了解。ごめんなさい。この男性の精神に影響を与える君の能力は親しくなると弱まっていくのかな。わざと誘惑してるって言いたいの？親しくないから、私がサキュバスだから。そういう意味じゃないよ。ごめんなさい、もう休みたいの。今のは何？最近物を動かせることに気づいたな。念力みたいな感じかな。どのくらい重たいものまで動かせるのかな。ナオト君、そんなに驚かないでよ。驚くに決まってるよ。リアの収容クラスにも影響する可能性がある。さっき見たでしょ、インチキレベルよ。最近研究は順調？リアは随分信頼してくれるようになったよ。それならよかったわ。どうした？何か問題でもあったのか？最近不安定な収容オブジェクトがいくつかあって、面倒だけど大丈夫よ。気にしないで。
じ？強情ね。それでも男なの？次元の頂上率が 7% に近い。研究を急げ。神宮寺直人の審査を前倒しにしよう。臨時権限を申請します。ソロモン王の審判と心臓の使用許可を。理由は？万が一のためです。審査を前倒しに？何か懸念があるんでしょうね。審査の前倒しだけじゃなくて研究も急ぐようにって。そうか。収容コード 1-12、 今後はサキュバスと呼ぶけど、今彼女のことが頭に浮かんでいるかしら。サキュバスとのコミュニケーションはかなり順調と言える？サキュバスがあなたに友好的に接する理由は何だと思う？優れた超自然研究員であるあなたには特別な何かがあるのかしら。異常なしね。僕の S 値は51よ。ギリギリじゃないか。その
銃はソロモン王の審判か。理事会は僕のことを悪魔だって。万が一のためよ、深刻にならないで。ソロモン王の審判は悪魔に関する者に対して引き金を引くとき殺傷能力を発揮する。自分でやってみれば理事会も安心するかな。